釈尊の友人層だった、あれも全部嘘。そうですか、うん、あれは中村はじめさんのね、あの研究のことを言ってるんだけど、それでその、当時阿南尊者とかが間に合わなかったから、あの在家だけでいろいろやったって言ってた。そう、彼らが到着するまでその準備をしていなさいって言ってた。で、彼らが到着してからちゃんと入念に方式してますよ。その前半部分だけをつまみ食いして、あの自分の在家だけでやっていいんだっていう、そういうことを言い出した。それももう散々はしゃくしてて、もうやり尽くした感があるんだけど、まあ、簡単に言うとそういうことだから、中村はじめさんとかああいう仏教学者のああいう論文のそのまさに切り文、ここだけ抽出して正当化してるんです。全文読めばそんなことないんですよ。
Thank you.